スタテニをご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。朝越しのぶです。さあ本日も楽しくレッスンしていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、PPO テニスであのマルチナヒンギスさんとエキシビジョンマッチを行う朝越さんとリターン編、はい、そしてリターンからの戦術、はい、ちょっとやっていきましょう。はい、戦術はもう打つことですよね。いやいや、ね、あのね、リターンって私テニスのこの動作の中で一番苦手な、だからちょいちょい苦手意識を挟んできますね。本当に苦手だったんです。苦手だったってことね。まあまあ苦手だったんですよ。っていうのも、特にダブルスなんですけど、はい、私がフォアサイドやって、デュースサイド、はい、で、組んでもらった人がバックサイドやって、はい、私が落として先輩取って、うん、私落として先輩取って、うん、私取って先輩取るみたいな、そんな感じ。なるほどね。だからリターンはほとんどリターンミス。へえ、本当です。でもね、女性のプレイヤーはやっぱそのキープは男子ほどね、キープ率は高くないから、うん、なんかね、5-4でリターンがいいっていうのは奈良さんも言ってたんですけど、 それはやっぱり当てはまる。いや、もうそれはプロになってからね、やっぱりリターンも練習しますけど、うん、それまではやっぱりリターンっていうことをあんまり練習がしたことなかった。あ、分かる、うん、そこはあんまり重要視してなかったですよね。そう、だからサービス練習で終わってるっていう感じ。あ、分かる分かる。あ、なるほどね、うん、だからやっぱり海外の選手で、うん、こんなにサーブ速いの取ったことないっていう、なんかやっぱり、うん、日本人 の、うん、あの女子の打つサービスのコースとスピードと、うん、また全然違ったんで、高さもね、うん、角度も違うしスピードもね、スピードも違うから、うん、余計リターンが変えなかった最初はね。でそのやっぱりリターン練習っていうのをかなりやりましたね、うん、た、はい、でそれでやっぱり良くなってったって、良くなった。で途中やっぱダブルスでそれがすごく生きたので、うん、ダブルスのリターンは本当に良くなって、うん、ランキングも上がってきたと同時に、うん、シングルスも自然と良くなってきた。じゃあというとダブルスの方が先なんだ。先、うん、そんなイメージ全然ないです。そう、ちょっと松田コーチにサボってもらいながら、はい、あとはその後ボール出しになりますけども、はい、ちょっとね、多分もう打つんでしょ3球目は。そう、打ち込んでいくんでしょ、打ち込んでいくんでしょってもう。いや、だってフォアバック来てこれね、なんかそこでいきなりスピンですとかやめてくださいね。スライスで合わせていく、合わせていきます。ね、まあ、多分そういう形になると思いますけども、はい、いきましょう、はい、よろしくお願いします。9月は東レ PPO テニス、国内最大国際女子テニストーナメントのチケット販売中、有明コロシアムに来てね。リターンとストロークってやっぱかなりなんか違いあります？準備、やっぱり全然違いますね、うん、第1球目っていうのはまだこう体が温まってない時なんで、うん、こうしっかりアジャストするっていうのが普通のストロークに比べたら難しいっていうのがあるんで、立ち位置は、うん、どのあたり、相手がファーストサーブだったら、ファーストサーブだったら、うん、大体このシングルスのラインに右足がかかるぐらい、うんうん、距離もこれぐらい、うん、大体これぐらいで、こう結構後ろめだと一歩二歩下がるかなぐらいですよね、うん、こんな感じですね。なんかもっと前にいたようなイメージあった。そう、セカンドは、セカンドはまあ これぐらいにこう、うん、なるほど、こんな感じです。なんかもっともっと入ってんのかなっていうイメージあった。印象があった。あ、本当、うん、なんかちょっとイケイケどんどんみたいな雰囲気出るから。いや大丈夫？じゃあちょっとフォアからいきます。どこがいいですか？じゃあフォアでお願いします。はい、こういう感じで、で打つ時はここまで入るっていう感じです、うん、はい、一歩こうステップインする。あ、じゃあ一歩リターンでも出すんだね、左足ね。え、出さないの？いや出さない。いや、出さないというか言って後から、男子かなり遠いとこにも、入れ替えてる間にこうやって打つけど、はいはいはい、反動をこうやって出していくから。でももしかしたら速いボールが来たら出さない。あ、飛び出ないですよね、うん、バックもやっぱ踏み込んでいきます。バックちょっといいですか、はい、バックハンドもバックはこっちに打つことが多いんですよ。あ、ストレート方向に、はい、あ、こっちは行かないけど、まあ、だいたい、うん、いいよね、振り遅れてもね、クロスにはね、こっちに打って、はい、うん、でリカバリーするって感じなんです、はい、でもダブルスの時はね、やっぱり逆クロス方向になるから、それは大丈夫だったの？このクロス、そう、別物、
いややっぱりね一番難しいのは、うん、あのボディとかバックに食い込んでくるのを、うん、逆クロス、まあ、逆クロス打つの、うん、これがやっぱ一番難しいけど、うん、基本的にあの、まあ、前衛も自分の前衛も立ってるから、はい、あのセンターベルト、うん、あの真ん中のベルトをめがけて打つようにはしてた、はい、打つようにしてた。じゃあもう引っ張る方が好きなんだね。好き、こっちに好き。でもこっちの方が打ちやすいですもんね。そう、こっちの方が打ちやすいし、でダブルスもこっちに何回か引っ張ってたら、うん、相手も動かなくなるから、動かなくなるからね。そう、それをまあ、うん、あの逆クロスとダウンザラインと打ち分けながら、うん、じゃあ最初の方はゲームが始まって最初の方はやっぱりちょっとこっち多めで、そう、ちょっと多めにしてこっち打ちますぜっていうので足止めを食らさせておいてっていう。あれはアドサイドの時は今度クロスになるの？じゃあバックに来たら。そう、シングルスではそう、クロスにしっかり、うん、コントロールはできてた、うん、そうで今度逆にアドサイドの時はセンターに来ると、はい、やっぱりあの逆クロスはちょっと難しい時がある、うん、やっぱりね、うん、なのでまあそこもダウンザラインも入れながらやってたかなっていう感じで、うん。セカンドサーブに対してはどういう、もうかなり入ってセカンドサーブは意外と前に立ってプレッシャーをかけてた時が多かった。じゃあ、うん、打って前行く、ボレー行く、行かない、行かない、違うとこ聞いて、間違ったこと聞いちゃう、危ない危ない危ない。立ち位置、ちょっとセカンドサーブを松田さん、まあ、いいですか。まあ、女子の場合だと大体、まあうん、あの慣れてきたらこ の,、はい、このぐらいでこう、うん、立ちながら、うん、意外とこうアタックしたりとか、うん、こうやってアタックしたりとか ね、うん、やってた。踏み込んで、うん、そうそうそうのが力が入るんですね。なんかこのね、この踏み込むっていうのがどのところにでもあるよ ね、 ね、時間があったら絶対こう自分からもう絶対行くんだっていう圧力がある。これは時間があったらね、うん、絶対踏み込む じゃないとやっぱりちょっと自分の良さっていうのが出てこないっていうのがあるのと、うん、やっぱ力が入らない、それからあと安定感っていう意味では、うん、やっぱりあのオープンスタンスより、うん、あの足を出した方が安定がする。このワイドにこの切れてくサーブはどうするんですか？だからあのそう人によって特徴があるじゃない、やっぱスライスサーブが多い人とか、うんうん、はい、そういう人はもうあらかじめもう最初からもうこの辺に立っちゃってこういう感じで、うんうん、でもこの辺で、うん、あの飛びつくあっちに飛びついて打ち方はそんな変えないでポジションから、うん、ポジションだけ変える、うんうん、だからこうやってわざとこっちに来ておいて、うん、相手が上がったらこの辺に来るとか、そういう駆け引きするんだ。そう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 、そういうなんかちょこちょこ動いてるなっていう印象をあっちに与える、うん、そうあった方がいいですよね。そうそうそう、考えるからね向こうはね。だからいつもジュニアとかにアドバイスしてるのは、うん、ただ単に打ち合いだけがポイントじゃないよっていうことね、うん、はい、ポジションとか、うん、あとはやっぱりミスしてもダウンザラインとか狙って相手の足を止めるとか、うん、はい、そういったあの違うところでもやっぱり戦ってるんだよっていうことをね、あのアドバイスはしたりする。メンタル的な考えることですね、うん、後々聞いてきますもんね。もう最後の方の私この辺に立ってたもんね、リターンの方で打ってくると思ったらちょっとこう下がりながら、うんうん、やるとか。だってここに立ってるだけで相手からするとすごい急にプレッシャーになる。そう。くるみの東レ PPO テニス紹介ということで、東レ PPO テニスのアンバサダーである奈良くるみプロと一緒に大会の魅力を紹介していくのですが、今日のテーマはダブルスと予選も見てほしいということで、やっぱりシングルスの本戦に注目がガッと集まる、まあ、このテニスツアーでありますけれども、はい、なんといってもやっぱりせっかく日本で開催なので、うん、予選だったりとかダブルスのところもやっぱりぜひ楽しんでいただきたいなと思っているわけですよ。シングルスで予選にやっぱ出るっていうのはもちろんランキングもそうですし、はい、若手の選手たちがこうワイルドカードを、ね、もらってそこに出るっていうのはあるんですよ。でやはりこう予選は土日に行われるので多分観客も多いと思うし、そしてダブルスはあの今日本人選手の中でもね結構ダブルスのランキングが、ね、はい、高い選手多いですよね。はい、本当にこう優勝を狙える選手たちばかりなのでぜひダブルスも見てほしいです。 WTA500 のところで予選上がってもし1回戦2回戦と勝っていけば、まあ、もうランキングでいうと、まあ、200位300位の選手はもう一気に50番100番近く動きますよね。行くチャンスはありますよね、はい、予選でも結構ポイントつくもんね。そうですね、やはりチャレンジャーのこう何回も勝つよりこの WTA500 で予選1回2回勝つ方がポイントをすごく多くもらえたりするので、
日本人の若手の選手からしたら大きなチャンスです。皆さんテニスのツアーって7日間だと思っていらっしゃる方多いと思うんですけど、その前の土日からですね予選はスタートしているので、そこからトーレ PPO テニス見に来ることができますのでですね、予選そして本戦入ってからもシングルスに加えてダブルスも、特にアーリーラウンドはダブルスはあの小コートでよりちょっとコロシアムの中よりも近い距離で、はい、あの試合を楽しむことができると思いますので、ぜひ、皆さんそこもチェックしてみてください。ああちょっとあのリターンの後のパターンって、はい、例えばあの今やっぱり言ってもらってたデュースサイドでね、うん、引っ張ってこのストレート方向にバック打った後は、うん、やっぱもうすぐできる限りこうフォアで待つっていうイメージ、まあ、フォアで待つっていうよりかは、うん、あのやっぱポジションセンターにしっかり戻すっていう、はい、してことで、うん、もうねあのねあまり言いたくないんだけど、もう誰も対戦しないから大丈夫。シングルヒングス見てるから、まあ、ダブルスだから。あまりあダブルス、まずシングルスのことで言うと、うん、こっちからダウンザラン言って、うん、まずね100の10のうち 2はここに来るかけど、ほとんどがこっちなの。クロスね、はい、それはそうですね、わかるでしょ。はい、わかります。だからもうほぼこっちだと思って、うん、次の動きもそこになるわけ。なるほど、うん、だからもう先読みして、はい、だからここに打ったらこう、うん、あそこに打ったらこうっていうのはもう大体把握してるんで、はい、その動きをができるようにリターンもコントロールするっていうことですね。じゃあちょっとあのリターン打った後の松田さんボール出しはどうしたらいいですか。バックで打ってバック側に出します。そうだね、こっちに打ったら次こっちに来るっていう感じで、うん、バックでそう言ってこれをこっちにやるとか、をクロスもしくはストレートもあり、はい、全然もうストレートありだけど、うん、ボールによってはダウンザラインありだけど、うん、基本的にはこっちもう一回クロス、うんうん、私もそこまでの点ここからまずここまで走って、はい、まあ大体帰ってくるのってこの辺なんだけど、はい、ここまで走ってまたダウンザライン打つとまた自分が走る距離が増えるから、またからね、うん、はい、基本的にはここで一回クロス、うん、たらもし行けたらもう次フォアで待つっていう。でも一回ここ打って今のバックでクロスでも角度がつければ相手もこんなになるじゃないですか。うん、あ、そう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 。そしたらここちょっとスペースがあっても楽ですもんね。そうですね。これフォアも、まあ、バックサイドも考え方的にはどうでしょう。でもし、まあ、あのフォアさっき言ってたデュアドサイドでセンターに打たれてストレート行ったらやっぱ今度こっちになる。そうではない、このあのアドサイドで篠がアドサイドの時はここに打たれて、はい、こっち、うん、まあどっち、あ、うんうん、そうだね、まあでも私こ基本的にはあのセンターに打たれたら引っ張るのが好き、うん、だから基本的にはね自分が動くのが好きなのかもしれない。あ、なるほど、うん、それでカウンター飛ばしていく、そう待っちゃってる方がそうタイミング嫌な感じよね。だから自分から動いてってやってる方が あのタイミング取りやすい。やっぱ先手なんだね、うん、先にこうもう展開するのを怖がってちゃダメなんだ。そうね、私の場合はだからアメリカ あのスポーツ番組でなんかチラッと見たことあるけど、うん、その対戦相手が何パーセントしか動いてないのに、はい、朝声はめちゃくちゃ動いてるっていう運動量測られちゃってそういうデータがあったぐらいやから、まあでも多分そのデータを発表してる時には多分無駄な動きと思われてると思う、私の方はね。走らされてると思ってんだ。そう、うん、だけど私個人的には走ってる方がタイミング取りやすいっていうのはある、うん、まあ、ただしそれが、うん、あの長い時間は1回では走らないよってことね。短いのを何回もやるのはいいんだよね。 それはね自分のスタイルだからね。うん、いや本当面白かったです。はい、トーレパンパシフィックオープンテニスということで、朝子プロとリターンのレッスンやってきましたが、タカプロいかがでしたか。いや正直思ったより後ろにいましたそれがもう全然やっぱりねこの記憶っていうのは分からないもんですね、はい、もうとにかく前に入るから前にいるんだと思ってたら、はい、ある意味発見ですそれは、はい、なんか昔あのリターン論でお二人激論を
繰り広げたと、はい、ニューヨークの、ね、喧嘩だったとお聞きしてます、はい、多分他の人が聞いたら喧嘩してると思ったと思うんです、あのレストラン日本でニューヨークの時にまあ男子というか僕のプレースタイルはサービスゲームをキープしててプレッシャーかける。でもうねその US オープンで予選上がって本戦入ったんだけどもうね本当自分でも悲しいぐらいリターン返んなかったんですよ。やっぱ本戦になると相手のサーブがより良くなるんで予選で戦ってる以上に返んなくてスコア接点だけどもトータルポイントじゃ絶対勝てないようなスコアになっちゃってそれをちょっとねこうチクチク言われてて、はい、レッサン日本のカウンターであんたリターン練習しなさいよということをはっきり言われたのを覚えてます、はい、1個言っていいですか。高尾さんはねジュニアの頃からトップ走ってるんで、はい、誰も高尾さんに物申すしていないんですよ、まあですはい、だからもう同級生の私がね、まあ、うう心を鬼にして、はい、ちゃんと練習しなさいと、はい、リターンをねリターン大事だよとサービスゲームにこだわりすぎてサービスしか練習しないからじゃあ 5,6 の自分のリターンゲームは捨てるのかと、うん、そこで挽回できなかったら試合終わっちゃうよってそれを私が確信だよねそれね痛いとこ使えてますそうでしょいやそうじゃないんだよサービスプレイヤーはみたいな言い方するからそれで俺それでイラついてプチンって切れてもうカウンターでねこう激論が始まって大体あんたはなとかなんとかしてる違うことまでどん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 広がっちゃって多分周りの方はそうリターンとサーブの話じゃなくなってそれも全然違うあんたがトレーニングしてたから見たことないわとか言うのすごいもう言い合いになっちゃってそしたら次の日朝の7時からジムにいたからそういうところが可愛いそういうところが可愛いのめちゃめちゃ影響を受けているということで、はい、そんな朝越プロと我々レピピオテニスの盛り上げたいということで、やっておりますのでお知らせです。今年の東レパンパシフィックオープンテニスは9月23日から10月1日東京有明コロシアム有明テニスの森テニスコートで開催やで。チケットの情報は番組概要欄を見てや。ほんで最終日には朝越しのぶさんとヒンギスが対戦するんやって。これは必見やで。なんか関西弁みたいな。なんかちょっとわかんないなんだけど今のもう一回でしょ。朝越さんヒンギスと対戦しますが、はい、そのエキシビジョンで一緒にペアを組む土井美咲選手が今大会で引退になるということですが、うん、そうなんですよね。土井選手いかがですか。いや、 やっぱりその女子の日本女子のテニスってやっぱりあれほどパワフルな選手ってなかなかいないんですよね、うん、フォアハンド回り込んで逆クロスに打つ、うん、すごい魅力的な選手だったんですけれども、うん、いやもう土井選手も引退する時が来たかなと思ってもうちょっと悲しかったですね、うん、発表する前日に、はい、お会いして、はいはい、で頑張ってるって言ったらもうそろそろって言うから、うん、そうなのって言ってもうすごいなんかちょっと悲しい気持ちになりましたけど、うん、まあ、でもすごく吹っ切れたような感じだったので、うん、私も最後の試合楽しみに見させてもらいたいなと思います、はい、かなり長い間日本テニス界を中心に引っ張ってき、はい、たという選手が今回は予選のワイルドカードで出場が決まっておりまして、うん、ここで最後全力を尽くすということでございますので、皆さんとなると予選からチケットを買って、はい、でおそらく土日月火水木金土日最後のエキシビションまで全部最後ダブルヘッダーもあるかもしれないということなので、はい、最後ぜひですね土井選手の雄姿を見ていただきたいと、現地で見ていただきたいと思いますし、なんと今回テニスフェスということでたくさ ん, なんか世界各国のキッチンカーが来てグルメも楽しめるような仕様になっているということなので、毎日来ても土井選手の雄姿を見に土日月火水とずっと来ても毎日違う国の料理が食べられるということになっておりますので、海外行ったみたい。あ、そうですそうですそうです、ね、世界一周しようじゃないかということで東京にいながら世界一周旅行をというコンセプトで、はい、やっておりますということで次回はボレーダブルス編となります。またね、ありがとうございます。